まあ6時ぐらいってこと、6時過ぎてんのかな。まだ涼しいですね、まだ気持ちいいです。さっき一瞬当たりが止まったと思ったらまた連れ出したな。あれかな、うわ、もう1時間も撮ってるから、こんな、あ、でもビリンゴは今日はやっぱり行く日も来たよな。ビリンゴ向こう側だけなのかな、向こう側で行ってる、あれ向こう空いてるか、ちょっと向こう行ってみようか、ちょっと向こう行ってみようかな。あ、でもまあいいか、どうだろう、一番端っこ、まあビリンゴ釣ったからって別に嬉しくないから。そう、やっぱり大きくするとよいしょ、はい、ほらよいしょ、餌をこうやって取り返します、ね、でもこうなんかどんどんボロボロっていうか、なんかあれになっていくんですよね、餌が。ニシキのダバハゼ、昨日は一匹も釣れなかったんですけどね、ダバハゼ。場所によって、まあ、ダバハゼがいるとやっぱりあれすごいですよね、なんか遠くからペペって期待して、マハゼはあんまりやる気ないみたいな感じで、あ、また来た、はい、ダバハゼ連発、同じところに入れたら来ました。こんな小さいダバハゼ、なんかそのなんていうのかな、水ちょっと透明な時とか近くでやってると、あの餌が見えるようなところでやってると見えるんですけど、まあまあ、マハゼはそんな遠くから来ることはそんなないんだけど、ダバハゼはなんか遠くからビューとか来てなんか餌を重ねてくったりして、あのマハゼの前に餌を落としてるのに遠くから、まあ、ダバハゼが来て餌をさらっていくみたいなのが見えることがあります。なんかやっぱりマハゼってなんかのんびりしてる感じですよね。あの見た目もそうなんだけど、何匹ぐらい釣れたのかな。まあ去年もなんかその1分1匹みたいなのを目指してたんですけど、結局なんか1分1匹は達成されたことはなかったような気がするんで。基本的にそのたらたらやってるっていう、性格的になんかこうチャカチャカするっていうのがなんかもう、うわーぐるぐる回るな。やっぱり餌つけた方がよく釣れるのかな。多分1分1匹とかなんかそのすごい数つきするんで、相当チャカチャカやらないとあれのような気がする。小さくなりました。ダバハゼがいなくなったのかな。そこダバハゼがいなくは、ダバハゼがいなくなってマハゼが来るようになったのか。もう一回ぐらいいけるか。うわ、 船が通って波が、まあ昨日よりやっぱ釣れてるのかな。昨日よりは、昨
昨日よりはいいかもしれないな。その昨日よりはいいのは、やっぱり新しい餌っていうか、その去年のずっと冷凍庫に入れてちょっと保存状態が悪かった餌じゃないからなのか、どうなのか。あ、やっぱダメなのかこれ。餌がこれ、まあ餌が古くても全く釣れないってことはないでしょうけど。またダブ外れた。ちょっとずらしたらまたダブ外れました。はい、ダブ外れです。小さいですね。何外れなんでしょうかこれは。まあなんだろうな、ダブ外れ。あのなんか色が黒いだけでちょっとイメージが悪いですよね。模様がマハゼと同じだったら別にあんなに嫌われることはないような気がするんだ。まああれだな、すいません、ダボハゼとかいう名前もなんか絶妙な響きですよね。ダボっていうのが なんでダボハゼの、ダボハゼのダボはなんだかよくわかんないけど、誰がつけたんだかな、なんだかわかんないけど、まあそんな名は体を表すみたいな感じで、なんかその響きですよね。言葉の響きっていうのはやっぱ面白いなと思って。これまた外れたよ。しこれでこれをこっちにやってきていこうか。ここで多分ハゼが釣れました。そう、なんかそんな、まあそのものの名前っていうのは面白いもので、うん、そのまあ生き物の名前とかですね、そのまあ日本語は音が何個あるんだか知らないけど、20段の30段の、まあ、もっと音あるのかな。そのまあ全ての音は全然対等ではないわけですよね。うん、まあ、例えばその名前にしても男っぽい名前とか男の子の名前と女の子の名前っていうのがあるんですけど、あれは別にそのこれが男の子の名前でこれが女の子の名前って記憶してる部分で判断してる部分もあったんですけど、やっぱりその 音の感じでなんかその勇ましい音とかなんかこうなんていうのかな、女の子っぽい音とかあるわけで。でまあ、その魚のところのそのなんかうなぎとかナマズとかっていうのはなんかヌメヌメっとしたようなイメージがあって、でハゼっていうのにはヌメヌメっとしたイメージないですよね。言葉としてね、単語音としてですね、コイとかハゼとかスズキとかってあんまりこのヌメヌメとしたドヨンとしたイメージはないと思うんですけど、なんかやっぱうなぎとかナマズとか、うなぎとナマズ両方とも長が入ってるんですけど、長がそういうイメージなのかな。まあよく言うんですけど、そのパピープペポみたいなのが、なんていうの、まあ面白おかしい。ピかな、プか、プですね。特にプが、プっていうのが入って、プっていうのが入ってるとすごいこう、プみたいな感じの、楽しい音になりますね。パピープペポ、基本的にパピープペポみんなそうだと思うけど、ピープパピピープ。うん。だからでまた濁点ダジズゼドとかバビブベポとかなんかそこら辺もだいぶ新しいところへと釣れるな。だからもっとよいしょ、バビブベポ、あのまあヘビだと青大将みたいな、青大将はダだけか、青大将、しかもあれは大将が何になってるわけか、ハブなんですかね、要するに名前によってですね、まあ、その音だけ何もしなくても音を聞いただけで、それがなんていうの、怖そうだったりかわいい感じだったり美味しそうだったり、美味しそうなのか名前にないかな、なんかそういう、要するにそのものを知らなくて
名前を聞いただけでですね、なんかそれがどういうものか人間で想像したと思うんですが、それはほとんど感じ人間のものだと思うんですけど、それはなんか昔から面白いなと思ってて、まあなんだっけ、あれズレズレズさで、その人の名前っていうのを、その要するにその人を知らないで名前だけ聞くと、あ、こんな人なのかなと想像して、実際に会ってみると大体全然違うもんだみたいなことが、なんかそのズレ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 にあったと思いますけど、まあそれもまあそうなんでしょうけど、それは要するに人の名前っていうのは、希望だったり、なんかまあいろいろ、要するに、大人になった時の状態に合った名前をつけてるわけじゃなくて、子供が生まれた時に、まあ親のいろんな思いでつけるので、そういうことがあるんじゃないかと思います。それに対してですね、まず例えば魚の種類の名前とかなんとかっていうのは、まあそのものを見て、そのイメージに対して名前がポーズがつけてるっていうか、それが、残って、そのイメージに合った名前が残ってきてると思うんで、だから人の名前っていうのはまあそういうもんで、まあ昔はそうね、昔は確かに、親がつけたんじゃないのか、幼苗は親がつけたけど、成人してからの名前は自分でつけるんですけど、まあ自分でつけてるっていうのもまあ自分のイメージなので。周りの人がそういう名前にしようってつけるわけじゃないので、周りのイメージじゃなくて自分の理想とかかもしれないですね、まあまあとにかく人の名前の場合はそういう感じで、まあその健康が言ってるみたいに名前聞いて全然イメージと違うっていうのはよくあると思うんですけど、結構やっぱり生き物の名前とかって、その知らない生き物でも、それはその日本語に限らずそうなんだと思いますけど、まあそうね、まあどうなんでしょう、ついやっぱりその僕らそのものを知っちゃってるから、そのもう最初に答え知っちゃってるのでっていうのあるんだけど、ここで映れるの、ちょっと場所をこっち側にしたら映れます。まあ英語だと魚とかシャークとか、シャークに対してなんだろう、マグラツナ、なんかやっぱシャークの方がちょっと怖そうなイメージがあって、ツナっていうとなんかこう、なんかそのなんか怖そうなイメージは全然ないというか、それがもう僕は答えを知ってるからそう思うのか、答えを知らなくてもそう思うのかっていうのは、要するに知らない言葉の、知らない単語とかを聞いてどういうイメージを持つかっていうことなんだと思いますけど、どうですかね。日本語でカツオとか言うとやっぱりちょっとなんか硬そうなイメージなんですが、カツオが硬いっていうカツオ節のイメージは知ってるから、まあそう思うのかな、どうなのかな、どうですかね。まあそうね、英語なんかの場合はあんまり魚食べなかったりするので、なんか名前いい加減でしたね、結構ね、あのロックフィッシュとかスコーピオンフィッシュとかそういうのもありますけど、それはそのまあある意味でその岩みたいな魚とかサソリみたいな魚っていうことなんで、まあ一応そのイメージでっていうか、まあでつけてるっていうかつけてんだけど、あれでね、まあそういうことじゃなくてですね、そのまあツナとかっていう、こういうカープ、まあなんかうちの息子がなんか英検かなんかを受けてた時に、すごいな、まあその単語の意味かなんか、この単語の意味はどうちゃらこうみたいな感じなんですけど、その時にまあ絶対知らないような結構難しい単語が、まあ要するにそのうちの息子のレベルではですね、の意味は何ですかみたいな、まあ選択肢4つぐらいから選ぶんですけど、あれかかんないな。それでその時にそのまあ要するに知ってる単語は結構あるんだけど、全然全く知らないような結構難しい単語がそういう問題になんかある時あって、そういう時にその単語を繰り返し発音してるとなんとなくイメージが湧いてくるんですよね、その単語のイメージがですね、要するに硬い意味なのか、なんか柔らかい意味なのかみたいな漠然としてますけど、でそうだから そういう問題が出てきた時に、まあ、あんまり多くないですけど、そういう問題がそういう時に、まあ、とにかく何回も発音したらなんかだんだん分かってくるかなみたいな感じで、子供にそしたらやっぱりそうできるようになるんですよね、その
だからその多分その問題のを作ってる人はいいと思う。初めからその単語の意味を、知ってるっていうことを知ってるかどうかを試してるんじゃなくて、その語感がこの語感は大体こういう意味かなって、堅苦しいなとか、あれ厚み聞かないな、針先は出てないのかな、なんかそういうことを試してる試験なのかなとか、なんかそういうふうに思ったことがありますね。だから本当にこのパピプペポみたいなのでですね、あんまりそんな哲学用語とかあんま出てこないような気がするんですけど、まあ日本語と英語でもちょっと違ったけど、でもまあそのそれが言語によらないんですよね、確かその音のイメージっていうのは。アがなんとかで、イがなんとかで、ウがなんちゃらとかってあるんですけど、ピタゴラスかなんかの話、うん、だからまあ日本人、その明治時代、江戸時代の末期から明治にかけて外来語がいっぱい入ってきて、その外来語に対する日本語を、まあ、当時の学者がいっぱい作ったんですけど、やっぱりある程度音っていうのは、なんかその意味に合うようなイメージの音を当てはめてるような気がするんですけどね、うん、まあもちろんその、まあ、それだけじゃないっていうか、うん、基本的にだからまあそのね、まあ堅苦しいことが多いんだろうけど、そのわざわざ考えて作ったっていう、まあ、物の名前とかなんかだともうちょっと砕けたものもあると思いますけど、まあそれもやっぱりそういう狙いっていうか、そういうのは自然にそう選ばれてきてんだと思うけど、そういう狙ってそうやってるわけじゃないんだと思うけど、自然にそうなってくるんだと思いますけど、まあその言葉の音っていうのもなかなか面白い問題だと。だからまあそうね、果物とパイナップルとかバナナとか、それはもちろん英語でパイナップルでバナナで、それを日本語でそのままパイナップルバナナっていう風に名前で日本でも呼ばれてるわけなんですけど、要するに言語によってそのイメージは変わらないので、パイナップルっていうのを英語でも、まあ英語ではパイナップルとかなんとかって言うんですけど、それと日本語のパイナップルっていうのはなんかイメージはなんか似てるんじゃないかなと思うんですね、うん、バナナとバナナバナナ、だから全然そんな英語でも日本語でも全然そんなパイナップルとかバナナっていうのはなんか堅苦しい音ではないわけですよね、うん、でもまあそうじゃない、そう堅苦しくて日本語になってないのってなんかあるのかな、まあコンピューターとか、コンピューターブが入ってるけど、まあなんかそんな、なんだろう、テレビジョンとかテレビ、まあテレビジョンテレビになっちゃってるからな、それに比べるとカーっていうのはなんかちょっとなんか何て言うのかな、重みがないですよね、カーって、オートモービルだとちょっと重みがありますけど、長いっていうだけで重みがあるんだからな、バイセコーとか何でしょう、カーよりバイセコーの方が重みがあるっていうか、なんかちょっと重要そうな雰囲気を漂わしてるのは何なのフィッシュとかってなんか軽いですよね、音が絶対にそんな哲学的要素でないみたいな、学問的な言葉じゃなくて、なんかそこら辺にポイってあるような感じのフィッシュとか、まあ僕のイメージですけど、いいかな、まだバッテリーあるのかな、そうバッテリー問題もあるんで、ね、これちょっと一回済むかな、バッテリー問題もありまして、暑い時なんかバッテリーが持たないで、また24分を取ってるからもう1時間以上取ってる、こちら側に人が増えましたね、さっきあちら側に人が多かったんですけど、今こちら側に人が多いです、僕はここで釣ってました、よしよし、一番向こうちょっと行ってみるか、ガフガリオンガフさんが釣ってる
一番向こうにちょっと行ってみます。あ、こ米付きガニの巣がいっぱいあります。いるかな、どこ米付きガニ。あいつら早い。こういうのですね。この米付きガニの。あそこにいるかな、あれそうかな。あれそうじゃないかな、多分。はい、これが米付きガニですね。これをちょっと。あれ。よいしょ。はい、これがなんか最大に拡大しているところなんで、今近づいていったら逃げると思います。あ、もう入るかな、ない。まだ今1メートル、あれどうした、これですね。はい、はい、逃げました。こういう感じで、米付きが逃げます。あ、こっちにも米付きがです。あ、じゃあ一番端っこまで行ってみます。いた、米付きが見た。こいつですね。こいつ穴から出てきて、あれどこ行った。こいつ穴から出て、これ穴じゃないのこれ。あ、穴だったんだね。穴に入ってきましたね。こういう感じで、なかなかだからその、あ、また穴に入ってた。あ、そこにだ、また入ってた。映ってるかな。どんどん入っていく。あれ、あそこにいます。あそこにいました。あ、何匹いる、あれ。はい。ここに。もう今、まだ今、2メートル以上離れてるので、ここに何匹もいますね。こいつらがみんな逃げていくと思います。はい。はい。まだ今2メートル、2メートルかな。これからどんどん逃げていく。はい、逃げていきますね。近寄る。はい。あそこにまだ1匹残ってる。こいつですね。こいつが、はい、逃げてきました。なんで、まあ、あれ捕まえるのはどうすればいいのかな。掘れば捕まえられるのかな。結構深いのかな。マクロダイのなんか餌とかなんかですね。まあ、コミツキバイって、コミツキバイ結構柔らかいんですよね。うん、柔らかくて、そのクロダイじゃなくて、他の魚も取って食べると思いますけど。まあ、いいや、コミツキバイの話。端っこまで来ました。